こんにちは。こんにちは。リバプール選手19年、バルテックレズルシェリー、This is キャリー、キャメラチャー。キャンプ好きともです。よろしくお願いします。よし。はい。僕もちゃんと今回はマイクが、そう。今度、今までずっと設定を間違えてまして。いや、ひどいね。はい。恒例の、チャンピオンズリーグ全グループ特集。そうですね。毎年恒例になりましたね。去年やって面白かったかな、みたいな。そうですね、僕もちょっとどこに需要がわからないんですけど、うん、どこに需要があるかわからないですけど、とりあえず僕らは超楽しいんでやりたいなと思って。そうで、これスキルアップしゃべってで、まあ、今後の BGM の回にやっぱちょっともうちょっとね熱がそうですね湧くんで、はい、それ用でちょっと振り返りの時にあーとか言えるんで、はい、そこはとりあえずトモはユナイテッドとの試合は一言言っとく？乾杯です。やられた側。乾杯でした。そして超楽しかったです。まあそうだよ。あれはな、でも乾杯っつってもでも、はい、1日だったんだよね。でも1日になってからのやっぱすごいなと。ロナさん。1日になった時大興奮したんですけどね。てかまず1点目、ロナウドさんが決めた時には大興奮して、うおー、多分。あ、いやいや、俺入荷するファンだったって一瞬、はい、我に返って。その後1-1になって、あれ、うん、これはいいんじゃないかと、うんね、やっちゃったんじゃないかと、久しぶりにやっちゃう入荷数見えんじゃないかと思ったら、はいはいはい、やっぱ案の定、いつもの入荷数ですね。そりゃそうだよ。で、いつものユナイテッドじゃないからな、もう。そうっす。やっぱね、スーパーでしたね。やっぱこう、スーパーってことだよな。やっぱスーパースターってこうなんだなっていう。やっぱスーパースターだね。クリスチャーノ・ロナウド、ブルーノ・フェルナンデス、でそしてジェシーですよ、ジェシー・リンガー。確かに。いやー、やっぱ3人セータースターでしたね。あいつも意地でこれやってたよね、もうコーナーに持ち込みながら。意地でもやってやろうって感じ。持ち込みながらこうやってたじゃないですか。そう。いやー、スターが3人、勢ぞろい。やっぱこう、楽しかったですね、見てて。まあ、あの試合は、まあ、不運でもあり、幸運でもあるけどな。いや、もうもちろん負けたのは悔しいですけど。うん、悔しいし悲しいですけど、やっぱこう、うん、あれが見れたのはやっぱ幸運だなって思いますね。そうだね。あの盛り上がりはな、ちょっと、ないよね。今後もあれ12年ぶりの。最高ですよね。どっかで調子落ちると思うんだよ。はいはい。そこだよな。そこですね。本当、ユナイテッド止まんなかったですね。ただやっぱこう、そう、今回のこのチャンピオンズリーグの予想も、はい。ロナいるいないで全然違うよね、ユナイテッド。いやいや、別物ですよ、別物で。逆にユベントスもいるいないで、だいぶ違うよね。別物っすよ、本当にもう。ね、やっぱこう、バルセロナとか、やっぱりそういったこう大物が抜けたところ、妄想は、はかどる、はかどる。いいね。はい、楽しかったです、ね。僕はもう、友の妄想メインだからね。そうですね。僕、ここに間に合うように、今日は朝2時から、朝5時まで。はい、夢の半分夢の中で妄想してこれ作り上げました。ああ、一番面白いやつですよ。まんまこれ使いますか、今日の話。これ好きなんだよ、俺。これいいっすね。うん、めちゃめちゃいいっす。今回これやんなかったんだけど。はい。これやってやるとまた時間かかって。そうですね。時間かかるともうより妄想はかどっちゃうんで、ちょっとすぐには終わんないですね。そうなんだよ。で、前回多分ね、これ20分20分にしたと思うんだけど、はい。まあもう、この BGM っていう武器を手に入れたんだよ、我々は。そうですね。一本勝負で。うん、一本勝負で。はい。妄想メインでいきたいと思います。お願いします。とりあえずじゃあ、まあ、バズゲームは、青汁。まあ、いつもので。2倍、はい。2倍青汁で。はい。多分今ね、1杯ずつ、俺ら、ユーロの予想で。なるほど。時間合うとき。溜まってるんです。そう、ユーロから会ってない。2ヶ月ぐらい会ってないんだよ。はい、まあちょっとこの状況下なんで、しょうがないですね。はいはい、会った時にじゃあ、真面目に飲みましょう。うん、はい。そうだね。はい。で、これはダブルで。はい。12月。じゃあもう早速行きましょう。グループ A。マンシティ、PSG、ライプツィヒ、クラブブルージュ。いやー、やっぱシティ対 PSG があるのがいいですね。だね。ここいいですね、ここが。たまらないな、もうまみれてるな、油に。あら、バーサスカタール。はい、油にまみれてますね。いいですね、このグループ A は。ね、で、福平もいるしね。そうですね。
ちょっと副兵がね、うん、そうなんだよな、今年ちょっと調子悪いっぽいね。そうですね、ま、毎年取られたからね。大体でも同じじゃないですか予想。ああ、はい、ほぼ一緒じゃないですか。俺はとりあえず妄想でシティ2位に置いてる。なるほど、妄想通貨、あの希望で、希望ですよね、どちらかというと。そうそうそう、やっぱここでちょっと調子落としてほしいんで。なるほど、ここは割と、あ、でもここ入れてんだ、うん、そこはもう意地でいくだろうなと思ってですね。あ、でもと言いつつ俺ホームでシティ、はい、ピップしてんだ。俺はやっぱりホームは勝つなって思ってます。ねえ、やっぱな、まあね、ちょっとね、やっぱりこう、でも僕の中ではシティの完成度と PSG の完成度だから、はい、うん、あとこうシティは1個か2個取りこぼすぐらいの完成度、いや、もうめちゃめちゃ完成度高い状態だと思うんですよね、はいはいはい、でも PSG はちょっとやっぱ選手の入れ替わりそれなりにあるんで、だからこう、それもそう思った。あとポッチェの、そうそうそう、まだ言ってもね、1年半か、はい、2、3個取りこぼすぐらいの完成度なんです。両方高いんですけど、うん、なんかこう 1個と2個の差みたいな、そんな感覚なんですよね、はいはいはい、やっぱ、あともうシティのディフェンスが完成されすぎたりとか、はいはいはい、ベンチメンバーの豪華さだったりとか、こういろいろ見ていくと、やっぱシティ超強いなって、うん、総合力がね、超強いなって思うんですよね。わかるわかる、はい、わかるわかる、わ、うん、かる、やっぱあの9番ケインだけだよね。そうですね、だから9番だけっていう、なんでもその9番ももういなくてもいいんじゃないかぐらい周りがスーパーですから、まあ、いるからね、うん、あとはちょっとさっき話に言ったライプツィヒがやっぱこうディフェンス、うん、メインディフェンダー2枚取られたの痛いですね、うん、いやそうだよね、はい、やっぱコーナーテとウパメカの取られたのでっかいですね、うん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 、やっぱそこがやっぱり響いてこうやっぱ失点多めなんで最近。あ、そうなんだ、はい、まあ、攻撃陣はやっぱりこうダニオルモとかショボスライとかポルツベットめっちゃいいのが揃ってるんで、まあ安心して見えるんですけど、だ中盤のそこにやっぱアクセントのザビツァいなくなっちゃったとか、コナスとウッドベッカがいなくなっちゃったで、こうやっぱりこう例年の強さよりはちょっと一段下がるんじゃないかと思ってるんですよね。危機感もいっちゃったしね。そうなんですよ、なかなか、うん、辛いよな、辛いなと思うんですよね、うん、俺ここら辺で入れといたけどね、意地の。ああ、僕はそのぐらいで意地のブルージュがありますけど、ね、どこ、これ、そこで、そこです、そこです、確かに、はい、ライプツィヒ食われちゃうんじゃないか、クラブブルージュ。なるほどね、はい、ブルトムの妄想の勝ち点で言うと、僕の妄想の勝ち点で言うと、マンシティが、マンチェスターシティが15点、ほぼパーフェクト。ほぼパーフェクト。1試合落としぐらい。うん、で、PSG が14点。まあ、本当に、もう1個の差ですよね。で、ライプツィヒが1点。ああ、なかなか苦戦だね。はい。あれ、1点じゃないかもしれない。3点かな。3点です。はい、まあまあ、でもそんな、はい。で、クラブブルッフェが4点。そんな感じです、ね。なるほど。ライプツィヒ4位。はい。ちょっと指揮官も主力もこうあんだけ変わられるときついだろうな、ね、それは痛いよ、うん、そこはでかいですね、やっぱり。なるほど、来ました、グッピン、お待ちかねです、ね、リバプール、ポルト、ミラン、これはな、いや、この4チーム並べたらやばいですね、これ、うん、この4チームやばくないですか、4チーム中3チームが CL 優勝経験ですよ、そう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 、うん、でかい、そうなんです、あのどっかのイングランドの記事で、はい、ユーロピアンロイヤリティ、ヨーロッパの貴族たちの戦いみたいな、本当ですよね、しかもなんならその3チームとため張れるアトレティコが並んでます、そうそうそう、そうだよね、ここだけが優勝してないっていう、はい、チャンピオン、はい、いやー豪華だね、恐ろしい、俺ら本当に楽しみ、くじゅん弱いんだよ、あ、去年はまあまあだったけど、その前もね、大体辛いんだよ。そうですね。大体死の組にいますね。そうなんだよ。まあ、とりあえずは、まあ、俺は全勝で入れてますけど。あ、それも義務じゃないですか。そうも、それなりに。いや、僕ももう1位突破はリバプールだと思ってます。そうだね。はい。で俺はこれ希望だな。希望
そうですね。イブラヒモビッチを勝ちトーナメントで見たい。いや僕もそこすげえ迷ったんですよ。ちなみに勝ち点で言うと並んでるんですけど、僕の方は。アトレティコと？はい。アトレティコ。あ、そう、確かにちょいちょいミラン入れてるね、はい。勝ち点で並んでるんですけど、いろいろこう試合のスコアとか計算していった結果、アトレティコになりました。なるほど。まあ、固く見ると全然そうだ。やっぱラリーがチャンピオンだもん、ね。はい。ラリーチャンピオンプラスグリーズマンだもん。ラリーカチャンピオンプラスグリーズマンにやっぱりもうシメオネ伝統の堅守、こういうやっぱトーナメントにはやっぱディエゴシメオネ強いですよね。そうなんだよ、あいつ。あいつな。あいつはやっぱ強いね。年俸45億とかですね。はい。ダントツでもらってんだよね、あいつ。まあ、ぶっちゃけもらっててもおかしくない成績出しちゃってますから。納得なんだよ、それで。納得なんですよね。だってもう、彼がいなかったアトリティコじゃないんじゃないかぐらいまで主張が強いですか、うん、そうだ、味濃いよね、顔から濃いっすよ、本当に。やっぱり出てくるメンズもアイコンとして超強烈っすもんね。だからコレア、スアレス、グリーズマン、そのあたりがこうたまんないっすよね。うん、いや、ちゃんとね、またメンズもね、そう、結構揃ってんだよな。揃ってますから、やっぱもう意地の2位通過を確実に決めてくるだろう。俺はもうやっぱあのコロナ直前に負けた試合はまだ残ってるんで、痛みとして、うん、だからヨーロッパリーグに行けっていう怨念を込めて AC ミラン怨念ですね。怨念、お前ら落ちろ。いや、そんな感じですね。そうですね。でも、あ、僕でもこれポルトと AC ミランが並んでるのが勝ち点で、アトレティコが最終節で意地見せるとか、そんな感じな気がするな。ここだね。あ、ここ？マッチデー5でアトレティコが直接対決破って、こう決めるみたいなシナリオを妄想してたはずですね。なるほどね。はい。やっぱこれ半分寝てたぐらい。半分寝てましたね、もう。まあな、これこんなの妄想し始めたら終わんないから。終わんないですよ、もう楽しみすぎて。ポルトもなかなかやると思ってるんで。まあね、はい、ちゃんとね、まあ、毎年ある程度やるから。毎年やりますから。今日あれ、もう観客ってどうなるのか知ってる？いや、知らないですね、まだ。イングランドだけ入ってるとかだったら超嬉しいんだけど。いや、でもなんとなくもう、ヨーロッパ徐々に解放され始めてますけどね。ああ。はい、デンマークとかもマスクなしイベントとかやってますし、はい、スペインでもラリーガの試合この間チラッと見たけど、なんかまだらだった気がするけど、うん、やっぱなんかところどころでそういった規制はあるみたいですけど、だからそうだよな、いつ解放されるかちょっと分かんないですよね。明らかにリバプールだけ振るとかだったらもう超アドバンテージそれはもう全勝の可能性あります。うん、まあ見ものですね、グループ B。そうですね。あとはもう。まあでも結構我々も調子いいんで。いや、リバプールさん調子いいんで、もうそれ1位突破っす。あとはもう、イブラ様が。イブラさんな、何年ぶりだ？イブラパイセンが。結構無念ぶりだよね。PSG 以来ぐらいだね。帰ってきますから。この舞台に。楽しみです。ユナイテッドでやっただろうな、2年目で。ただ、怪我してたんだろうね。はい。楽しみです、ね。イブラ先輩。井村先輩、膝は手術してたよな。はい。パイセンが帰還しますか。パイセンじゃねえな。あれ、俺と同期だ。同い年の。ためのイブラの野郎。モンスターが帰還しますから。楽しみ。そう、もういきなり一戦目なんだよな。はい。まあ、でも。アンフィールドでやるか、あいつ。やりますよ。ズラタンさん、絶対取りますから。大工さんとマティップさんは絶好調なんで。いや、楽しみですね。マティップそろそろ怪我するぐらい、例年で行くと。例年で行くと、そろそろ行くはず。はい、じゃあ、グループ C、スポーティング・リズベン、ドートムント、アークス、ビシュタース。こういうところ見るとさ、さっきとだいぶ格落ちね。いやいや、でも、まあ、格云々とかありますけど、ここもここで超面白い、はい。そうなんだ。均衡ではあるんだけど。ここもほぼ均衡なんじゃないかと思ってますからね、僕、勝手に。うん、超楽しみです、ここ。なるほど。はい。ここ、ドルトムント来ない。おー。そうですね、ベシクタス。渋いね。
ここに来て、ね、いやここに来てやっぱこう意地のピャニッチ先輩がピャニッチ今ここにいるんだ、はい、意地のピャニッチが見れるんじゃないかと勝手に思ってトルコのピャニッチが、はい、もういろんな恨みをここで発散するんじゃないかとシクスタンスなかなか渋いね、はい、ドルトムントはいるんですよやっぱりドルトムントはどうドルトムントはぶっちゃけて言うとちょっともうディフェンスがそろそろ崩壊してると思うんですよ、ね、あそうなんだハーランドパイセンに、はい、では物足りないと攻撃はめちゃめちゃ取れるんですけどやっぱサンチョとかそういったところはいなくなって、はいはいうん、レイナがどこまで育つかとかそういう話になってくると思うんですけどあとはもうベリンガムがどうなるかとかそういったところが楽しみなんですけど、はいはいはい、やっぱディフェンスがちょっとかなりこう老朽化といいますかビツブとかが入ってるぐらいなんではいそうなんですはいそうなんですそうなんですよだから3点取って2点取られるとか、はいなるほどね、そんなゲームになっていくと思うんですよねああ、はい、1戦目から、はい、俺はもう結構ドルトって入れちゃってっけど、まあ、やっぱあいつのイメージが強すぎていやなんでハーランドは絶対コンスタントに点取るんですけど、うん、絶対コンスタントに点取られると思うんですよねで3位か3位4位もしかして僕の予想ですとそうですね3位ですねなるほど3位です固くアヤックスはい、まあ、アヤックスはやっぱりこうやっぱタレント豊富ですね若めのタレントが、うんまあ、はい、はい、アントニーとかグラフェンベルフなとか、はい、そのあたりがすごい期待持ってます僕はなるほどタディッチもいますしタディッチね、うん、ジュースのタディッチはい、そこら辺がこうやっぱコンスタントに活躍するのかなと。なるほど。まあ、2年前か決勝あの準決勝まで行ったの。2、3年前だよな、はい。ちょっとしゃがんでまた若いのが来てるって感じか。また揃ってきてるんで、もうまた行くんじゃないかと思うんですよね。そこはイメージができる。はい。そこら辺がね、で、2位にこう、ベーシックたちが。はいはい、ピャニッチ効果でいくと思うんですよ。僕はね、ピャニッチ大好きだな。ピャニッチはいい選手ですよ。はい。大好きなんですよ。やっぱ、彼のゲームメイク大好きなんですよ。はい。まあ、わかります。はい。だから、行ってほしいなと。いろんな意味を込めて。グッディ。はい。インテルミナン、レアル・マドリード、シャクター、うん。まあ、いきなりここからいじりますけど、シェリフって誰だよ。いやこれ僕も初めてに近いですね俺も初めてだった初めましてですもう、うん、ミッテランと同じ、うん、シェリフ初めましてモルドバ出身代表、はい、モルドバどうも初めましてですねだからもう本当に未知数なんで全く分かんないですね俺ウィキペディア調べちゃったあのスポンサーの名前がシェリフらしいはいいやだからまあ正直こうレアル一強かなっていう。ああ、そうそう。俺はとりあえず、シェリフの試合は、まず全試合負けるっていう予想しました。ひどい。ここは。ああ、でもドロー取ってるわ。まさかのドロー。まさかのインテルとドロー。まさか僕と同じところでドロー取るところがあった。確かに確かに。そう、1点で、ああってこう、シェリフ、モルドバ人たちが、ああって1点で、はい。インテルと1点取ればね。そうですね。堂々たるもんですよ。インテル・ミラの相手にこう番狂わせ、勝ち点1もぎ取るんじゃないかと。はい、そうだね。はい、ここあ、結構似てるな。つかめっちゃ似てる。全部同じもしかして。ほぼ一緒ですね。ここくらいだな。僕が若干シャフタル・ドネツクを過大評価してるくらいですかね。でも他は全部同じだよ、これ以外。ほぼ一緒です。いや本当になんでしょうね。僕、この予想を組み立ててちょっと思ったことは、はい、僕、ウクライナ好きだなって。ああそうユーロの頃からうすうす思ってたんですけど、はいはいはい、ウクライナ好きだぞウクライナに甘いぞっていうふうにちょっと客観的に今思いました、うん、シャクターでも結構いいチーム揃ってるらしいねめっちゃいいチームですよやっぱりこの後のディナミックゲームも出てきますけどやっぱこう揃ってるなって思いますもんね、はいうん、あでもウクライナ確かにシャフターとディナミックゲームいるのはなんかすごいよシャフタルドネツクモナコ破って出てきてますからねああ、そう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 。はい、でもどっかで読んだわ、それ。読みました。だからそこって、うん、なんか、ああ、もう完成高いんだってすごい読んだんですね。あとは僕がウクライナ好きっていう理由で、
あの結構でも別に入れてるわけじゃないし、勝ち点入れてるんですけど、結局勝ち点ではミラン、インテルと並んで8点ずつ取って、まあインテルいいチームだ。いやでもあれだな、何年ぶりだろうね、このミランの2チームがチャンピオンズリーグにいるの。いや本当ですね、いや久しぶりだよね相当久しぶりですね。お帰りなさいだよな。はい、楽しみですよね。だからうん、 いいね。まあ、結局でもレアル、結局レアル、うん、そうレアルでしょうね。インテルどうなの、ルカクいない、インテルは。いやでも補強としてはちゃんとしてるじゃないですか。やっぱジェコ連れてきてますし、いなくなったところはちゃんとこう人を持ってきてるんで。ジェコか、まあ、ストレートソフトだ。いやもうちょっとタイプ違いますけど、でもそれでもストライカーですからね、うん、レディジェコは。うん、なるほど。なんかこう、まあ、いなくなった方がやっぱ大物感は出ますけど、うん、チームとしては変わらないシステムで、いなくなったとこちゃんと補填してるんで、はいはい、うん、それなりにこういくのかなと思ってますね、勝手に。なるほど、そうだね。レアルはどうなんだろうね。まあ、正直、レアル・マドリードは行くでしょうね。まあまあ、ここはね。ここは行くでしょうね。ちょっとディフェンスに不安があるとはいえ、うん、行くでしょうね、はいはい、なるほど、そっか、アンチおじさんだ。はい、アンチおじさん、アンチレアル、アンチレアルだな。アンチレアルは行くでしょうねしか言えないです。それでぶっ込むと、はい、ラファベニーテスやっぱすごいよね。ぶっ込むけど。やっぱエバートもあれだけど、ラファはやっぱ、ね、うん、さすがですわ、さすがです。あそこら辺のベテランはね、やっぱ分かってるよな、はい、やるべきことを。そうなんですよね、持続できるかは分かんないけど、いや、いいですよね。はい。パパ、こう、あのマネージャーは勝ってなんぼですか。グループ E、バイエン、バーセロナ、ベンフィカ、ダイナモキエフ。出ましたね。あ、俺ここでもうあれだよ。バルサ敗退にしちゃったよ。あ、マジっすか。ここ冒険しちゃったわ、俺。やっぱこう、まあ、全部順当にいけば順当にいけるわけじゃん、全グループ。はい。そこ面白くないと思って、俺はここはちょっと。まあ、さっきとももベシクタースをしてたよね。はい。ベシクタース。やっぱ、ベンフィカ、あの、最近、特集、めちゃくちゃしてバルトの絵をいじりまくったバルサ。はい。もうちょっと落ちてほしいなっていう感じ。なんかこう。なるほど。悲劇はさらに悲劇になる。なんかこう、僕の中で、ベンフィカもディナモキエフもやるなと思ったんですよ。はいはいはい、なんかこう、でもはただバイエルンはずっと勝ち続けんだろうなと思って、そうそう、俺もそうそう思って、バルサはなんだかんだ、ベンフィカかディナモキエフか、どっちかが圧倒的に強かったら、僕、多分バルサ敗退と思ったんですけど、はいはいはい、正直、バルセロナとベンフィカとディナモキエフで勝ち点取り合って波乱になりそうだけど、結局、バルセロナみたいな、なるほどね、みんなで食い合っちゃうと思うんですよね。はいはいはい、その3チームワントップで、そうなんですよ、妄想しちゃったんですよね。なるほどね。これが多分あのさっきのベンフィカとシェリフだったら、ベンフィカを E 通貨に入れてますね、はい、ああなるほどね、そうそう、はい、ここそんな感じだな、食い合っちゃうんだな、食い合っちゃうんですよ、ベンフィカとキエフが、ディアムキエフが食い合っちゃう感じがして。なるほどな、シェリフとかミッテランとか来てたら、まあ、確かにです、ベンフィカ、ね、っていう、押してたんですけどね。だから結局意地の突破を決めると思ってます。バルサが。はい。クーマン、意地の突破。まあ、なんだかんだまだな、戦力はいるしね。はい。アグエルとかもいるし。そうなんですよ。デパイもフィットしてますしね。そうなんだ。うん。なるほど。まあ、ちょっと、ここは俺は腹落ちとしてますんで。そうですね。だから、バイエルンは、こう、今年もレバンドフスキが大爆発するかっていう。うん、やっぱそこです。要注目ポイントは。もうするだろうなとなんか思っちゃう、うん、勝手に。勝手にすると思ってるんですけど。あの、スーパーストライカーは。はい。するんだろうなと思いながら今年も見ようかなと。うん。そうだね。ニャブリとかサーネとか見たいですよね。まあ、自身ね。連覇メガも来たわけじゃん。はい。コマもいますし。いるもんな。何でもいますから。うん、いるよな、うん、はい、ここもやっぱバランスがいいよね、非常にたまらないです。グループ F、はい、ビアレアル、メンチェスティナーレ、アトランタ、ヤングボーイズ、うん、ユナイテッド押しちゃいました
まあそうだ、すげえな、ユナイテッド。3、4、5勝。やっぱこう、おパーフェクト。パーフェクトですね。ユナイテッド対ニューカッスルを見た後にこれを書いてるんで、やっぱちょっとインパクト強すぎる感じ。まあな、俺もやっぱこう、さっきも冒頭で言ったけど、はい。どんないるいないで全然違うよな。多分もう、接戦すら取れると思うんですよね。これローナいなかったらなんかさ、下手したらビジャレアル、アトランタありそうじゃん、食われる。あれ全然ローナいなかったらもう全然そっちね。ああ、はい、OGS やってんなみたいな。はい。でポール・ポーガーはまたこれしてみたいな、今年もやるでしょっていう。そうですね。だから僕そこでこうやっぱグリーンとか活躍しますとか言いながら、結局ユナイテッドギリギリ1位ですとか言ってたかもしれないですけど、やっぱこうローナーさんいるとやっぱり圧倒的1位だな。チャンピオンズリーグは特にな、なんか、持ってるもんね。はい、持ってますか、ね、あまあ、俺は、それでも2位に置きましたけど。町田役、ヤングボーイズ戦あたりで、ハットトリック決めそうですね。ロナさん。ね、はい。ヤングボーイズの2試合、最終、ここら辺最終で、そうそう、そのあたりで。バチコン決めそうですから。こうやっていっぱいやってんの。はい。ここでも温存される可能性あるよ。落としも落としですし。落としも落としなんですけど、やっぱ出たいは出たいじゃないですか、彼。確かにな。あいつはな、はい、言うよね、はい。リーグで温存しようって。そうっすよね。なんかチャンピオンズリーグの男なの。ニューカッスル戦フル出場しただけで、あ、今年もこの人出る気だと思いましたからね、僕は。フル出場したのはちょっと驚いたね。はい。結構こう、なんか78分ぐらいで出して、スタンディングオベーションみたいなさ、綺麗じゃん。そうです。デビュー戦で最初から出て最後まで行って2ゴールとか、もう、ここマジ怖いですよね。え、ずっといたの彼みたいな状態じゃないですか。36? すごいね。あ、でも、それは、そうだな、これは希望。希望含めてでも、やっぱ2位には来るなって感じだから、ね。希望でもやっぱあの時と3位、あと、ね、やっぱ結局、ヨーロッパリーグ大好きベジャレアラさんは。そうですね。やっぱヨーロッパ大好きビジャレさんはヨーロッパリーグ行くと思ってます。そうそうそう。狙っていくぐらい。はい、ね、そうですね。アタランタもまだエメリーいるよ。ぐらい。アタランタのビジャレアルもやっぱりこうストライカーがどんだけ活躍するかっていうところだと思ってますよね。はい、サバタとモレノ。はい。それがどう行くかっていう。なるほど。その楽しみありますね。うん。あんま安定してないんだビジャレアル。結局アタランタと。なるほど。はい、そう、ここはじゃあトムはもうユナイテッドで一緒。ユナイテッドがもうガンといける。そういや、なんだ、9年ぶり 8年ぶりぐらいの強いユナイテッドが。はい。いや、完全にそういう感じだもんね。ついにやってきたんじゃないですか。うん。ね。はい。この赤い悪魔がちょっと怖く見えちゃう。いや、ほんと怖いですもん、今。怖いというか、やられたんですけどね。そう惨敗しましたから。いや、グッチ。レオン、セビージャ、ザートプレイ、モスプレイ。ここもね、また、こう C と G がね。ここもなかなか渋く迷いますねっていう。そう、わかるわかる。渋いんですけど、やっぱり迷うんですよ。ここも渋く実力者みたいなね。はい。大好き。技巧派みたいな。はい。そういうチーム大好きなんで、やっぱり。え、あ、でもこうなったんだ。セビージャ、モスプレイ。やっぱそうなっちゃいましたね。うん、結構あれだよな、チャンピオンズリーグ久しぶりだよね。そうですね、ただもうまとまったチームなんで。うん、まあ、結構トンも押してるね。うん、はい、まあ、この3チーム相手にあんまり取りこぼさないんじゃないかと思います。はいはい、つうかまた被ってんだ、はい、ここ、うん、これドロードロー被るのってすごいね俺ら本当ですね、ほぼ全部同じだな、ここまで同じだね違うのはここ、うん、あ、最後のあれはでも違うわ、最後の最後はちょっとだ、ザルツブルクが今そんなにこう、まあ、調子いいわけじゃないのと、うん、まあ、リーヌもそんなに調子いいわけじゃないんで、うんうん、そのあたりがやっぱり最後競り負けんじゃないかと思ってますね、うん、そうな、リーヌ結構10何位とかじゃなかった、うん、なかなか調子悪いよ。あとはやっぱセビージャは、はい、アレハンドル・ゴルメスとラメラ、うん、エリック・ラメラが、はい、あ、大注目です、僕の中で。ラメラ。はい。ラメラ。ロンガイリの。そうですね、スッソとかいますし、やっぱこう、うん、かなりこう、
見たいなっていう楽しみだな。全部見たいじゃん。の割には2位にしたけどまた。ね、やっぱりボルフスブルグの完成度にはやっぱこうなんかそんな完成度高いんだ。完成度っていうかなんか僕の中のイメージだけで言うと取りこぼさないイメージがすごくあるんで、なるほどイメージ先行ですね。ここに至っては、はいはい、もう眠くなってきましたね、これ明け方で。グループ H、 チェルシー、ユベントス、ゼネ、マルモ。いやー、このグループはもうチェルシーでしょうね。ディフェンディングチャンピオンですからね。はい、あれもしかしたら2連覇いくんじゃないくらいのやっぱ豪華さと強さを今兼ね備えてると思うんですよね。なんか完成されてません？ファッキンチェルシー、いや強いよ。超強いです。そうなんだよ。やっぱハマってるしね。ルカクのハマり具合がエグいっすね。確かに。でもプリシッチもいて、マウントもキレキレで、ディアーシュもいて、あれエルナもいるんですか？やめてほしいぜ。すごいっすよ、なんか。でこうジョルジーのカンテとかなんかいい感じにやってるしね。でコバチッチもなかなかキレキレですし、今。あで、バックスリー。ちょっとやめてほしいよな。なかなかやばいですね。このグループちょっと無双しそうだよね。いや、まあ無双でしょうね。うん、でちょっと不調なユーベ。はい。あと僕このグループっていうか今回唯一6連勝ですもん、チェルシー、ここのグループ。おお、全勝。それぐらい、はい、それぐらい僕今心奪われてます、チェルシー。ユーベ相手に2勝、はい、2勝。俺もユーベ相手に多分2勝引いてない。初めてかもしれないです、こういう予想をしてした時に、はいはい、6戦全勝みたいな。まあな、ユーベはでちょっと調子悪いんだよね。ユーベはなんかやっぱ点取れないですね。うん、ローナさん効果なのかわからないですけど、もらったとモイズキーンじゃなんか点が取れる。うん、わかる。うん、点が取れる気が、やっぱこうロナさん一人と比べて、やっぱちょっと落ちるなっていう。モラタもな、一人でどうこう、あんま怖くないよね。はい。モラタも急にやってきてドーンの人じゃないですか。うん。なるほど。そうだね。まあ、ここはこうなるよな。そうですね。ゼニトが、去年俺らの期待を裏切ったゼニトさん。はい。去年めちゃめちゃ期待してますよね、ゼニトに。2人でなんかゼニト来そうだよなとか言って2人で盛り上がってたっすよね。まあ、結構ヘロヘロだったよな。1ミリも来なかったっていう。今回でも入れてるね、と思う。僕あの今年も信じてます。あ、つか俺も信じてる。俺も最初俺最後なんかチェルシー食う、ここあれでやっぱ寒くなるからさ、12月ぐらい。待って、去年と同じ理論じゃないですか。12月のセンピルスブルクは寒いからさ。寒いからゼニーと言うとかもう分かんない理論を。そうそう、チェルシーね、あのメンディーとか寒がりっぽいから。絶対去年と同じ理論は通じないですって。そう俺らもなんだかんだ3勝ゼニーと入れてんで、ね、入れてますね。僕は今年は丸もよく分かんないな。丸も入れたんすね。丸もちょっと1回ぐらい来るかなと思って。日本で言うと多分丸目って呼ぶんですけどね。あ、そうなんだ。はい。スウェーデンだよね。スウェーデンのマルベ。あれだよね。イブラヒモビッチの。イブラのクラブです、ね。フルス。一応入れといた。うん。マルベはちょっと、ノーチャンスな気はしますけどね。まあそうだよ、ね。はい。ああ、じゃあそんな、まあ結構なんだ？あれだね。とも順当じゃね、全部。ベシクタス以外に結構順当じゃね。あれ、ちょっと僕らしくないかもしれないですね、この予想。ちょっとロマンがなんかね。ちょっと半分寝てたからな。ロマンが足りなかったかもしれないです。ちょっとあれだね。ちょっと僕にあるまじき行為かもしれないです。気をつけます、ちょっと。ここだけだね。そこですね、そこだけですね。アグレッシブなのは。はい。ちょっと今までアグレッシブすぎて、まるで勝負にならなかったんで、少し反省してる感はあるんですよ。いやでもなんだかんだ終わってみると五分五分なんだよ。予選やって、予選の時点では圧倒的ケニー有利なんですよね。
はいはい、そうそうそうです。予選終わってケニーと僕の差がこんな感じで、これはいけないって言って僕がこう決勝トーナメントがすごい真面目にリアリスティックにやるんで、こうなるんですよ。そうだ、毎回俺逆にこれかわいそうと思ってテニーくんだ。そうです、その効果でこうなるんです。これ何でもそうなの、俺ラグビーとかで勝ててもかわいそうって思っちゃう。ダメなんだよ、ね、今までずっとそれだったんで、ちょっとさすがにちょっと僕あの同じような展開は少し自重しようと思いまして、なるほど、今回真面目にやって大外しするかもっていうところにかけてます。どこかな、いやーちょっとな、うん、シティ、チェルシーユナイテッドすごいね、やっぱプレミア、やっぱプレミアのなんか、そうですね、プレミアってすごいっすよ。優勝候補バイエルンぐらいか、バイエルン、レアル、バルサも来なさそうだよな。あ、PSG か、PSG かアトレティコがもしかしたら来るかなと思います。おお、そろそろ、はい、そろそろやっぱ決勝は恋しいんじゃないか、シメオネさんは。確かになんかグリーズマン、スアレス、なんかこうスターパワー、はい、半端ないよな、あの二人はいると。そうですね、やっぱこうスアレス、グリーズマンっていうこう最後にもう一花咲かせちゃうぜみたいな、そう、もう一花咲かせてやるぜっていう、白赤のしましましか思い出せないもん、グリーズマンのこれ、はい、久しぶりに見れんじゃないですか。そんなにまだ年あれ年いってないしね、まだ、はい、最後にやっぱもう一花咲かせたい人たちが集まった気がするんですよね、アトレティコに。やっぱプレミア勢抜くとそういったところがこう優勝候補なんじゃないかなっていう。なるほど、いやー楽しみです、ね、リバトル行きますよ。トップ4ぐらいはいけんじゃん、勝手に思って。トップ4のうち3つはプレミアになりそうな気がしますけど、潰し合わない限りは。確かに、はい、で最後そのトップ4に残っているプレミア以外のチームが優勝かっさらうみたいな、そういう最高のロマンを。そうですね、じゃあアトレティコ、スアレスが、はい、スアレス、いやーちょっとアトレティコがビッグイヤーあげたらちょっと暑いけどね。暑いですね。そしたらグリーズマンの買い取りでしょうね。もうほぼ今、買い取りも、ほぼ確でしょうけど。そうだ。で、多分、ドルトムントが今回予選敗退して、まあ、ハーランド、もう移籍待ったなしみたいな。はい、ああ、なるほどね。そんな状態になるかなとか思ってます。ライオラおじさんが。はい。ライオラおじさんがもう、トーナメント出れないなら、売っちゃうみたいな。1月あたりに。1月あたりに。いろいろ噂を、ライオラ動くと。はい、もうくるくるやりながら、うん、1月ライオラ賞が待ってんじゃないかな。来年だってエンバペフリーでしょ。はい、どうなんでしょうね。だね、動きそうですね、うん、マドリーなのかな、エンバペさん。まあ前々から言ってるけどマドリーっぽいよな。いやもうっぽいっすよね、うん、ペレス好きそうですし、ね、好きっていうか大好きでしょうね。大好き、うん、いや、でもらしいよ、大好きらしいから。もう大、もう俺前々から言ってるけど、サラーもちょっとレアルっぽかったんだけど、はい。サラーあと2年残ってるんだよな。うん。あのね、やっぱスーパーサラーですよ、彼は。いやー、そうっすね。やっぱリバプール1位ですね、本当に。得点王争いも今年も来るよ、彼は。うん。はい、じゃあ、明日か。もう数時間後ですね。もう数時間後です。はい。僕はちょっと、はい。もう、この後仕事をやっつけて、1、2時間仮眠取って、もう準備、スタンバイです。はい、リバプールは多分あさってだから。はい。数時間見ない。楽しみですね。そろそろワーワー登録しないと思うんで。はい。じゃあ、面白いか全然わかんないけど。はい。なんでしょうね。毎回これ手応えないです。この回。ないね。ないね。全然ないね。一番ない回ですよね。だからトーク。こんなに長く聞いてくれてありがとうございます。いや、本当に、お耳汚してすいません。明日ちょっとバルトメロの面白いの出ますんで。あ、許してください。ついに、楽しみです。Thank you very much for watching. Be passionate. See ya! ありがとうございました。